ガンダムに沼ったきっかけ教えてに対する、ネットの反応をお送りするよ。みんなで盛り上がろうね。Y はケロロ軍曹のパワード夏美。時代が時代ならビプラ出てたのかな。出てたと思うよ。普通にジージェネとかやろ。SED で入ってケロロ軍曹とジージェネかな。エウキタガンダム VSG ガンダム連座。連座に。スパロボ R から始まってガンダム 3D バトル。UC からはダメですか。異世界オルガ。ルナマリアの同人誌。同志がいて草。ダブルオー。友人に布教されたジージェネゼロとそれやってたの見た父親が見せてくれた劇場版ファースト。SD ガンダムのカード出す。タンクトップ招待。多分物心つく前に買ってもらった SD ガンダムマジで自我が芽生える頃にはガンダムに触れてた気がする。わからん気づいたらガノタになっていた。一緒だわいは親による洗脳なのか東京。MX の再放送を物心つく前から見てた影響どっちなんだろうな。 N ゲージのジオラマに飾るように買った HGUC の GP01 フランサスガンダム全く知らないから怖。ファイターついてて安いって理由だけで買ったけど、今までグリーンマックスの板キットしか組んだことなかったから部品精度の高さに感動したのを覚えてる。これよ。エクシア。スパロボ。コミックボンボンと SD ガンダムグルム。ここから入門しました。前よりルケン。手の焼かれたものです。コスモスの後に始まった SED がきっかけだったはず。仲良し。 SED 人気投票でフリーダムが1位なわけだよ。 F91 に頭を焼かれたのは5歳の時である。最初に買ってもらったプラモが SD の F91 だったな。主張したのは G ガンが初だったけど、あれこそが自分のガンダムの入り口だった。 SD ガンダムフォースで入門した。親戚の家にあったシャーザクのガンプラ映像ならそのままおすすめされた08招待。ナチュラルに初代を見てからハマった。 SED 運命おほ一気王王2期と見てたけど、王王の2期放送中に発売されたこのゲームで他の作品にも興味が湧いて、そこからいろんなガンダムを見るようになったな。お台場ガンダム。初ガンダムは鉄血。そこでハマった。これ今のアラサーブライが小中高の時は毎年毎年に今週までガンダムゲームで出て対戦もできたから知らず知らずガノタへと。俺は嫌だね。親戚のジージェネと書き映像シーンで脳みそトーストくらった。100円のガチャポン。これそのシリーズ各部の接続が共通化されてて好きなように魔改造 MS 作れるからめちゃくちゃ買った記憶あるわ。こないだ画像フォルダ整理したら今でもちょっとだけ写真残ってた。この子作ってみたかったけど初心者には厳しいと聞いたから練習用にガンプラ買ったらガンダムハマった。まあ元ネタロボとかメカ装甲部分あたりは柳瀬メカだからある意味デュナメス。キュリオス。マーチェの親戚みたいな子だからな。ボーライ。ガンダムを知ったのは親戚の家で見た008321時間ぐらいだった記憶があるから、おそらく映画版の報時分で見始めたのは SED かな。ゲーム屋のモニターで流されてた ACE3 のオープニングムービーあれのフリーダムと GX を見て、これガンダム？自分の知ってるのと違うって衝撃を受けた。とりあえず買ってみたら、初っ端のステージからアムロ対に遭遇してさらなる衝撃を受けた。テレビの特集で見るホワイトベース時代のアムロ少年しか知らんかったから、展開やキャラ全てが新鮮すぎた。見始めたのは妹が見ていたので一緒に見た。 SED 沼ったというなら08招待シローの前世に焼かれた。ガンプラビルダーズとガンダム無双さん。ガンプラの説明書からハマった。子供の頃に見た AG スパローが子供シーンにかっこよすぎて。 SED DESTINY G ジェネイWXG って感じ。友達に誘われてゲーセンの戦場の絆から入り、0083、08招待、ポケセン、TV とゲーム中の機体の作品を調べていくうちに沼にはまり、そこからアナザー等の他のガンダム作品を見るようになった。そんな人もここにいる。小さい頃に家族がレンタルや再放送でガンダムよく見てたから、よくガンダム自体は見てたけど EW で沼った。11歳の頃にテレビで G ガンダムの再放送を見て沼ってしまった。そこから親にねだって小説版 G ガンダムを買ってもらってます。ますドボン。当時は女がガンダムが好きなんて周囲にいる雰囲気じゃなかったので、現代は良くなったよねとしみじみ思う。ガンダム W の PS の方の格ゲーへ浮きた G ジェネ DS スパロボW この辺りかな。リサイクルショップに売ってあったガンプラから。親父のキュウリ。4歳だか5歳の時に祖父母に買ってもらった接着剤のいるガンタンクのプラモ。ガンダムは見たらハマるのが目に見えていたからあえて見ないようにしてたけど、コロナ禍で00を見始めて落ちました。00は子供の頃に見てたからうろ覚えだけど、多少知ってたからすんなり見れた。気づけば部屋がガンプラでうずもれてましたね。こうなると分かってたから見ないようにしてたのにな。ガンダムには勝てなかったよ。どうしよう。00世代だけど00から SD に出るのがすげー遅くなったのだけ不満だった。これ三国伝の時出してよ。リアルタイム視聴で初代再放送、
間飛んで WX という感じで見てたけど、この頃はまだまだ浅瀬 SED で沼のそこまで行った平石のキャラデザ好きなんよ。以降は離れてたので少し浅いところ近くまで浮き上がってたんだが、FREDOM で再度そこまで沼り直した感じ。スーパーロボット対戦 EX あたりでガンダムシリーズに興味持って、1ショートトン、略者見てどっぷり使った。SD ガンダム三国で三国志の登場人物と MS の名前を同時に知れる神作品だった。サイサリスとかサザビーとかこれで初めて知ったわ。SD ガンダムと挑戦士ガンダム野郎。初代ビルドファイターズを親と一緒に見てどハマりしました。父親が見ていた劇場版 G ガンダム、戦隊ロボに触れてきてそのままガンダム、この SD ガンプラ店頭で見て何これかっこいいってなったことかな。ストライクと三種のストライカーどころか水色ほぼ一色とは、スカイグラスパーまで入ってる豪華盛り合わせキットだった。まさか後に本家ストライクの方に全部のセフォームが逆輸入されるとは思わんかったよ。こんだけ入って1000円足す税なのは今考えるとなかなかおかしいよ。そいつ褒め言葉。年がバレるが、それまではふーんって感じで土曜の夕方見てた SED のさっさと下がれよアークエンジェルにめっちゃ燃えたのがきっかけ。少年漫画あるあるの敵が味方になるの流れとして受け取れたんだよな。しかもそういうキャラは敵の時大活躍した割に、なのにリアッカー&バスターガンダムは味方側についてからの方が印象的というか活躍が目立ったのが大きい。親父が母親に隠れて G ガン見てたのが原因かな。電動でサンライズってところのロボットアニメ面白いになって、スクライドでこの ST になって SED をリアタイしたので順調に落とされた感ある。 SED リアタイ事象1、親の洗脳。これ話題になってた彗星見ててエアリアルのガンプラ買ったら沼って、それで箱が好きで買ったフリーダムをきっかけで SED 見始めてたら、彗星の最終回と同時に映画発表されて頭焼かれた。そっから00とかビルドシリーズも見始めて、毎月の再販ラインナップが楽しみすぎる。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。